カメラで撮ってるから。めちゃめちゃ高画質ですね。こんばんは。こんばんは。知ってないですよ。300番まであるってことなの。そう、300名まであるけどって感じですかね。こんばんは。ありがとうございます。見てくださって。年間の102番はもらえる可能性ある。え、もらえるんじゃない？え、もらえるんじゃないんかね。え、わかんないんですよ。こんばんは。どっちなんじゃろ。301番でも年間の100位以内ならいけそう。そうそうそう。どっちが多いか。皆さんどっちで入られたんですか。年間の方の方が多そう。ありがとう。公式サイト激烈に重かった。重っ。年間で入る人が多いから、会社の数逆にすればよかったのにと思う。私も言ったんですよ、それ。私だったら年間で入るから、そういう方の方が多いんじゃないですかねって言ったのよ。私もさ、全然ログインできなくて。いただいたんですけど、ログイン番号みたいなものしようとしてもくる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 なって。あら、もしかして生配信って実装されない？まだされてないんですよね。明日とかになったら加入するとか教えてもらえるんかな。どうなんじゃろ。聞きたいけど聞きたくなくもありますね。七並べのあれはもうちょっと後にやります。
たんですか？インターンしてきました。わかりにくかったかな。まあそれだけど年間と月間の違いはない。今ハマってる夏曲、サシードッグさん、夏休みとか聞いてます。女前の表情、女前かっこいいやろ。ベージュ開いた時驚かんかった？なんで？大きかった？いやーどうなんじゃろ。でもドキドキしてたから、この配信中に加入してくれた人が会員番号教えてくれればある程度分かりそう。確かに、ね、さっきお父さんがね入ったのそれで見たからある程度は。あと思ったよりもたくさんあってどれも可愛かったそうでしょ。あのこれでこれで撮ったんですよ。これでこれでこうやってパシャパシャパシャって撮って載せました。月額も同じようだし会員証以外違いはないね。そうなの。これはもう更新したかったら自由に更新できる。ね、更新ページは持ってなくて、私は一回マネージャーさんに提出して、それをまたやってもらうって感じかな。でもあるかも。モデルの深夜にファンクラブの方がアイドル感高い？アイドルした日の写真じゃけんね。あれって広告、応援広告に使えるって書いてあったけど、どういう意味？いや、わかんないんですよ。サヤンと話してた、それについて。どういうことじゃろうね。マークのアイコンが三月なのかわいい。何それ。限定版のショールームみたいな感じができるのかな。したいんですよね、私とっても。メイクチヨ、
今日はお家にずっといました。まあ会員ナンバー22番ゲットしたかった、羨ましい。まだ聞いてないです、ゲットしたよって。ファンクラブでは未知の色を思う存分出してほしい。吉本とか職員サンプルとか芸術性とか、うん、大丈夫なのでおやすみなさい。良くなりますように。ティナッシュはマジでやったし、またやりたいよね。22をゲットできなかったけど122をゲット、おイエーイ。22の倍、お44。7分ごろで100倍以内入れませんでしたね。え、皆さんが早くてびっくり。一番さんもいらっしゃるのかしら。どうなんじゃろ、いらっしゃるんじゃないかな。でもそれもまだ報告受けてない。道場がさっき入ってたので早くないよ。トップページの道が可愛いなんて本当？女優みたいって。トロブさんに言われました。こんばんは。アイシャドウ塗る。なんかね、ファンデーションをね、塗るね、メイク用品を買ってね、今日届いたんですよ。それが使いたくて、まあ、もうやったんですけど、そうだからちょっとそのな流れでメイクします。ページの写真のみちが素敵すぎてスマホの待ち受けにしました。ほんと？アザーカットもいただいたので、あのまたファンクラブの方に入れようと思います。道具を買った。あれも TikTok もね、もう全部出し切っちゃったからまた撮らなきゃ。こんばんは。写真と動画いっぱい撮らないとね。やることはいいでしょう。あれ毎回着替えてたの？そう、毎回着替えてました。ファンクラブ加入完了です。あ、ありがとうございます。
専属カメラマンね、写真がいるわいるわ。まあいるわいるわって大変やね。じゃけんファンクラブのあのフォトの方は一人の写真を多くして、メールとかはメンバーとの写真を多くしようって今考えてます。使い分けを。なるほど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 。しようかなって思ってるけど、けどですね、どうなることやるんでしょう。来るに決めてるみたいな。本当3期生であんまり合わないんですよね。話し会とか始まったらね、あーかも。ファンクラブに行かしました、ありがとうございます。ちゃまちゃこの写真はどっちですか、メールかな。撮ってみた動画とか、なんかさ本当にさ、こういう吊り下げ系のマイクの前で歌いたいんですけど、そういう場を用意してくれるかな。自分で借りて自分で撮影して自分で編集しないと、もしかしたら無理かも。載せられないかも。まあ、立ってみたらと楽曲の縛りないのかな。なさそうな気がする。自分で借りるところがあるのか調べてみるね。ねえ大変ですよね、自分で借りて大変だな。スタジオ代とか出してもらえるかな。きっとないだろうな。プレミアプロを使うしか。教えてください編集。ファンクラブってファンクラブのグッズって誰かのに入ってたら他のメンバーも買えるの。買えないんじゃないですか。買えないと思ってた。ムービー撮るのファンイベントすればいい。グッズはためんのも買えるみたいだったけど、そうなんですか？買えるんだ。グッズ可愛すぎる。ありがとう、入ってくれて。そうなんや。
話し会書いてますもんね、まだ。言った方がいいのかな。帰るらしいですよ。愛が斜めになってるのがシャレね。なんでなんじゃろ。他のメンバーも見たけどなってなかった。でもひなちゃんはなってるか、愛だから。一瞬まむらさんかなとね。みつきの愛はまっすぐだ。今メール書いてます。まあ、買おうとしたら買えないなるのかな。どうなんだろう。こんばんは。靴って受注ね、受注なんですよね。カートに入れてフってしてキャンセルするやつしてました。なんでキャンセル押したの。本当のいいよね。配信は今のところ0時まで。メイク全然やってないですね。ありがとうございます。なんかさ、アイライン引かん方がいいんじゃないかと思ってきた。あ、そんなことはないか。まつげまだパッチリです。こんばんは。何撮ろうかしらね。
ラオケ行ってさ、歌ってるところ動画撮って載せるとか。よかった、ありがとうございます。めっちゃ緊張してたの、あれもガクブルでした。ブルブルだった。いい録音マイク買いましょう。設備、ね、もう一個部屋が欲しい。お家に今グッズ全部注文してきました、ありがとうございます。お疲れ様でとても良かったです、ありがとう。嬉しい。桜井さんも初恋サラ好きみたい。いやそうなんですよ、あの鈴木愛理さんのファンだっていうことを知ってたので、ファンの方の前で歌うっていうのがめっちゃ緊張してガクブルでした。みちさんが定期的にブログ書けるのかなって心配してるから無理しなくてもいいよね。思われるだろうなって思った。まあ、みちさんのファンクラブってもう満員だよね。いや上限なしです。こんばんは。クラブ入ってありがとうございます。考えてみてくださいよ。 TikTok はもう 2,3 年続いてるんですよ。月曜日 2,3 年の中で2回ぐらい出せなかった日あるけど、 2,3 年で2回ですよ。決められたものはやってるので、私はもう自分に課します。1週間に1回ぐらいはブログ書こうと思ってるから。え、絶対思われてると思ってたし、メンバーとも話してた。でもブログだってね、2022年の3月まで書いてたんですよ。今終わってるっていうことがダメなんだよね。おはようツイートは全然続かなかった。おはようだけなら、なんかさ写真があった方がいいんかなと思って。写真がないんですよね。そう、
真も撮らんといけんよね。月2回のブログはあの時から停止してる。でもそれも他のメンバーよりは断然に続いてたんです。だから大丈夫みんな。そうそうそう。でも動画とか、うん、どうなんじゃろ。なんか長い短いは審査内容に入れないでください。めっちゃ短い。今終わりましたっていう動画とかも撮ってるんですよ。35秒の動画。バラバラだと思います多分あのものはね。 歌を歌った5分の動画もあれば、イエーイライブ楽しかったの30秒の動画とかもあるかもしれんけど、でもいろんなものを載せていこうと思っております。まあ、確かにね、初回の動画は長かったね。うん、なんか編集したかったんですけど、ちょっとまだあの提出してくださいっていうお声をいただいて、その提出期限までがなかなか時間がなくて、ツアーもあって、編集できなかったので、ちゃまちゃこ率上がってちゃまちゃこファンクラブになる説。アクスタ作ろう。作りたい本当に。アップルウォッチにしっかりぼかしがかかった。本当？いやかかってないですよ多分。なんかね勝手にぼやけてたんですよね。多分白い壁が反射して、え、本当に？なんかさ、あ、そうなんじゃ。編集してくれてるんだ。編集してもらえますかって言ったんやけどね、なんかいや、ありませんみたいな感じだった気がするんだけど。え、モザイクってた？そうなんじゃ。よかった。こんばんは。へえ。いや見れんかったんやん。そう、なんかログイン用のいただいたんですけど、一向にログインできなくて。そう。見れなかったな。よう見てるねみんな。動画の最初の頃不自然に切れてたところありました。動画までちゃんと編集されたんじゃ。
こんばんは。知らなかった。そうそう、まだログインできない。え、私切ってないよ。素材だけ送ったらいい。そうなの？だしない。え、わかんありませんって言ってたもん。編集するかせんか聞いたら。そうなんや。早く見たいな。ログインできなかったから。あ、編集なんてことやね。どうだ。え、ごめんごめん、私じゃない。え、何話しちゃったんじゃろ。でもまるまるそのまま提出したきゃん。何話しとったんじゃろうな。何話しとったところが切られとったんかもわからん。まだログインできなかったから見れてなくて。もともと何分ぐらいだったの。5分30秒ぐらいの動画でした。そんなに切れてないじゃん。なんかラフな感じで生きたらいいなって思って、ラフに喋ってた。1分も切られてます。マジか。え、5分46秒あるよ。1分切られてるじゃん。何話してたの。そんな悲しい。あら、何してないです。田辺さん。そうなの。しょっぱな面白。そうなんや。多分同じこと話しとったりしとったのかな。え、無言な時間はなかったよ。ねえ、なんじゃろ。こんばんは。載せられるのが5分以内とか。え、でも確かに動画を撮ってね、 LINE で送ったけんね。え、最後バイバイって言ってた。後ろが切れてたりすんのかな。ん、あ、え、 LINE で送ったけん4分50何秒しか言ってないかも。最後切れてた。あ、本当？じゃあね、元がもう5分だったんじゃ。ああ、ごめんなさい。でも最初は確実にカットされてるんじゃろうね。ちゃんとよ、後ろも話しとったのに。アプローチの画像処理を頑張っててゆっくり。毎回アプローチつけとこうかな。パツッと待って待って待って、しょっぱなからもう大変なことしてるじゃん。え、ちゃんとちゃんとバイバイって言ってたのに。一番最初の日に笑いつきでした。次がということでって一番つき。元の動画も
野村美月ですということで。言われないと気にするすぎがということだって不自然すぎるって書いてあるけどこれ元からです。熱い。じゃあ切れてないってこと？これをみんな編集ってこと？編集って言ってたってこと？じゃあ何もされてないやん。もともと不自然。どこだろう。終わりは切れてた。終わりが切れてたのは私のせいだ。いやそうだけん元はね編集しようと思って撮ってたんですよ私。そうで編集しようとして編集点も作ってたからということでとか言ってたのかもしれない。そうまあ、面白い。しょっぱな自己紹介ということでって言わないじゃない。うん、土星論や編集で早い。そうでしかないですね。ああ。じゃあ編集はされてないのかな。今度から全部それでいこう。なんかもうでも無意識に全部それでいっちゃいそう。こんばんは。あーびっくりした。最後は切れてましたね。なんかライブへの意気込みとか話してたんですよ。それラスト1分とか多分それが全部なかったわ。あびっくりびっくり。開始4秒のとこで画像は切り替わる。本当にそれも切り替わってないんじゃない。私がめっちゃキレキレに動いてるだけとかなんじゃないですか。でも見てみない分には分からんな。この動画はもう差し替えしないんですよね。うん、2本目に完全版って載せようかな。ちょっと LINE だと5分以上送れんかったけさ。そう最後切れてた。
4秒のとこで切り替わってる。え、こんなんからこんなになったりしてますか？こうやってる。完全版編集されてたし。え、しないしない。いや、直にアップできないんですよ。そう。でも明日マネージャーさんに会う気がするから。直接エアドロとかで渡したら回してもらえると思う。動画の画質とかしてはないの？ないですね。オブリね。こんばんは。いや、何の視点もないです。横も縦も何もかも。こんばんは。1ヶ月に一度の感覚で買いになろうかな。感覚、ああ、感覚開けてってことね。トロブさんに褒められた私の写真。なんか前髪がいい感じですよね。でファンクラブをも iPhone でファンクラブをホーム画面に追加するとちょうどみちの顔がアイコンになってて、え、そうなんですか？やってみよう。ホーム画面に追加。ん？今になる。今しない方は今ってアイコンどうしてね。私も今編集入ってないと思う。多分ね。ホーム画面を追加したらローマ字の今だよ。バラバラですね。なんでしょう。ブラウザーでやったよ。一回ログインチャレンジしてみよう。
もうログインできん。いいやな。なんでバラバラなんかね。このアイコンみたいなのも作れたらいいのに。人によって違いあるみたいね。そうなんですよ。今じゃなくしたいな。使うブラウザで変わったり。あ、そういうこと？何で開くかってこと？ iPhone でサファリは今かも。あ、そうな。ブラウザ問題なのかな。どんな動画上げていこうかな。でもこんなに入ってくださるなんて、皆さんがありがたい限りでございます。こんばんは。人数わかるの？人数わかんないです。大体しかスペサポとかはね、人数わかるんですよ。人数わかるし自分で投稿できるんだけど、直接女神に似てますって。ごきげんよう。会員番号102はあまりにも微妙すぎる。私も結構ファンクラブ入ってるものあるんですけど、会員番号微妙、微妙っていうか、なんか自分にゆかりのない数字だったりするけど、ファンクラブきっかけにその数字が好きになったりしますよ。きっかけ、きっかけ。オ
俺の推しバンドの会員番号149473。すごっ、14万。102が好きになるかな。昔入ってたファンクラブ番号今もパスワードとかで使用してるね。私もさ、ユニゾンさんの一回ファンクラブ入って、で更新、自動更新にしてなくて切れちゃったんですよ。でその後もう一回入り直して、そしたらもうさ、その時の番号使えなくなったっていうか、新しい番号になっちゃって、そしたら1万台だったんですよ、まあ、最初も。それが3万台になっちゃって、すっごい落ち込んだけど、なんかでも、うん、両方大事にしてる。前のは永久欠番になるのかな。そうなんじゃないですか。だから皆さんも気をつけて。でも永久欠番ならありますよ。動画とかはさ、どんぐらいの頻度で上げてほしいですか？時間に1回はやばすぎ。よし、100番以内にはなれなかったけど、個人ファンクラブ入っただけで幸せです。ありがとう。そんな嬉しいお言葉を。聞いてみただけ、どんぐらいがいいかなって。
てないですよ。うん、決めるためじゃなくて聞いただけです。なんかムズムズするな。もう8月だってよ。こんばんは。もう師走じゃん。そりゃまだや。新イベントに期待するから半年に1回ぐらい出せる。やりたいですよね、個人イベント早くやりたいけども、決まってます。第1回目は、こんばんは。第1回目何をするか、話し合うんですけど、私の意見が言えるらしいんですけど、ファンミーティングってみんな何してるんだろう。ファンとミーティングかな。まあ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 。まあそれはある。ミーティング。参加希望者が全員参加できるといいね。ねえ。ガチミーティングなんですか、ファンミーティングって。だったり食いついたり、ナナさん。会うって意味、あ、そうなんだ。お酢元気かぐらいのやつ。褒めるかい。撮影会ファンミって MC 用のライブってイメージ。あ、そうなんじゃ。ありがとうありがとう。どうしましょうかしら。ディナーショー絶対実現してほしい。でもさ、ディナーショーって結構叶いそうな気がするんですよね。あのバスツアーとかより。
避難所お金高いよ。まあそれはね、ご飯とかも食べたいからしょうがないよね。こんばんは。ディナーショー食べられないものがあったら聞いてもらえたら嬉しい。確かにグランドプリンスとかでやれたらすごいね。ね、もう大物アーティストさんの息や。ジャスパー、イベントは基本無料にしてほしい。ただでさお金払ってるわけで。でも ディナーショーだったらご飯も食べれたりするから、もし2ヶ月でできたらそれがただで見れたらすごいことですよね。それができたらそりゃこちらも私も嬉しいけど、2回目はなさそう。ご飯が何でもいいなら、塩むすびとかでいいならいけるかな。塩むすびと公園で、会場はアリスガーデン。でもみんな見れるな。ランチショーにした方がいい説。ランチショーもいいですよね。あのね、まだお酒が飲めない年齢の方もいらっしゃるし、佐藤錦を食べまるくる会しましょう。やりたい。ヒッピーさんゲストに呼んでトークライブとか。やりたい。道のサイズ感の違いは現地で見たいところ。本当？三月師匠が三月師匠って何？食べたいもの集めた食事会ね、食べてほしいもの。新しいサンフレのスタジアムでソロコンやったし規模でかすぎんの。
小出しの限定公開収録ね、できたらいいんですけどね。あの NHK さんとかも関わってくるからどうなんやろうな。カラオケで100点出すまで帰れない道を見守るか95点以上とかならいけるかも。97とか100は取ったことない。人生でどうやって取るんじゃろ。一生帰れない。お仕事できなくなっちゃう。カラオケ大会やりたい、みんなと。俺らにも歌えってか。そうそうそう、マラカス担当。ショールームで歌えない曲とかね。やりたい。カラオケルームってさあ、最大何人なんじゃろ。パーティールームとか大きい会場とかだったら。20人ぐらい。30人。100人。場所によるけど100人はある。あ、そうなんじゃ。音源送って応募しないといけない。そんな審査されるわけでもないのに。ゆったりした空間がいいですよね。あんまりチャレンジ。一部で30人の入れ替えさん。うん。あれ。なんかライブもしたいけどただ歌を楽しむ会みたいな
本当にカラオケみたいなゆるい空間もいいなと思います。ライブってやっぱ緊張するからさ、私はそう、ソロライブもしたいけど、もっとごゆるりとした感じもいいなって思う。オタク側が緊張するイベントもいいよな。確かに逆にね、いつもの逆で。一番見たいのは未知の漫才。なんで？ファンが急にマイク渡されるとかいいじゃん。ダンス教室来ますか？あったら。ミチとカラオケバトルもあり。いいね。毎月通います。行きたい。でも初級中級上級コース3つ用意しといて、1日とかで土曜日の12時からは初級、15時からは中級、18時からは上級みたいな。でも上級に来られる方も上級踊れるんだなって思っとくからね。入門から。確かに確かに。アップダウンダンスの基礎コース、STU 楽曲コース、今村美月振り付けコース上級中級とかじゃなくて、そうしたらいいのか。見学コースありますか？ありません。3番しか行かない今村美月振り付けコース、流行りの楽曲に私が振りをつけて、ちょっと STU の楽曲に振り付けるはさ、もう元の振り付けが頭に入ってるから難しそうだから。まあ、大人ブルーなら踊れるかもしれない。本当？
愛され、愛されよ。首だけ動かす、肩だけ動かす。でもそれきっかけに皆さんがダンスに目覚めたらさ、すごいことですよね。楽しいよダンスって。行かないよ。アイソレーションは基礎コースで、そうそうそう。TikTok 講座にしてファンが TikToker になるとかやる？腰痛めて通院。今から K-POP 戻れるようになりますか？うん、可能性は無限大です。どんぐらいの距離感のイベントができるんかもわからんもんね。私も歌も教えられないし、ギターも教えられないし、ゲームも教えられないし、教えれるとしたらダンスぐらいです。フルーツバスケットがして懐かしい。みんなでマリオカートやるイベントもいいかもね。やりたい。普通に花火みたい。確かに。そんな話してる今が一番ファンミーティングしてる。こういうこと？いいよね。
ちが驚かせるお化け屋敷。難しいやろ。動線いけるかな。エリアを限定したかくれんぼちょっと怖い。50段私も飛べないですね、多分7か8までしか無理な気がする。参加型のイベント、いやライブとかはしたいので、もう決定だとして、なんか「マリオカート」とかもさ、最大4人とかじゃないですか。じゃあ何回ししたらいいんじゃろうとか、いろいろ考えないといけないじゃないですか。花火とかもさ、どうやって一緒に見たらいいんじゃろう。みんなで円になって私が真ん中にこうとかだったらさ、その列とかもね、なんか花火見てる道の横が見えるポジがいいって思ってくれる人がさ、みんなだったらさ、もう大変じゃないですか。遠距離で平等に、そうを考えてたら円の中の私が中心しか考えられなかったんですよね。まあ一番できたらいいのはライブですね。ディナーショー、ランチショー、ライブ。でも200人、300人キャパの会場を用意できたらさ、日程がもしあったら会員さん全員来れるんじゃないかな。
三時だ。23時15分から七並べのお礼しようかな。髪型とか前髪とかじゃないですか。断髪式とかしてほしい。でも髪切る予定ないからな。伸ばしたい。長いですよね、今とっても。そうなんですよ。サングラスティーズが流れてました。ワークマン女子うちは髪明るいのも似合うんじゃないかとメールとか見と思う。言われます。なんかウィッグとかもかぶったりするから舞台で髪明るいの似合う言われる。明るい方が垢抜けるかもしれないですね。もしかしたらね。今日カラオケするの1位の方のお礼の歌わせていただきます。そうそう、ミルクティーみたいな色とグレージュみたいな色とかしてみたいなって思うけど、 STU にいるうちはないですね。五条悟みたいに原発にするか。なんで五条線見てますよ。グレージュ似合いそう。本当？いいブレみたいな色。インナーも入れてみたい。この辺とかね。なんかさ、前髪もさ、中らへん金でさ、上は黒みたいな時あるじゃないですか。方いらっしゃるじゃない。
ってみたいよね。団長の名前くらいは覚えてますよ。皆さんのいろんな髪色も見てみたい。そうなんよね。フィルターでね、髪色が変わるやつがあって、やったことあるよね。最近少し赤いやと、そうなの？いいね。娘がピンクゴールドみたいな髪色に変わっててびっくりした。ピンクゴールド？見てみたい。ハンバーガーの栄養で髪の毛伸びるの早いのかな。どういうこと？何色が見てみたいですか？私の。バラバラやね。ファンクラブ向けのファンミとかあるかな？ありますよ。ぜひ。クラブで配信したい、ね、クラブ配信
との関係難しそう。そうですかね。ということで七並べのお礼をしていきたいと思います。今月も先月の第67回おしめイベントの上位100名の方のお名前を読ませていただきます。それではいきます。100位まさじさん、99位あやさん、98位トントン21さん、97位水木風子さん、96位名前カエルさん、95位 N さん、94位ミッチェルさん、93位レビンさん、92位タカハさん、91位セージ焼きそばさん、90位 YK さん、89位ユミチュさん、88位京平さん、87位マジスカさん、86位モンブランさん、85位 MK さん、84位リエボーさん、83位ミーブンさん、82位チロさん、81位晴れの国のしんちゃんさん、80位ビーディーマンさん、79位なっちゃんさん、78位群馬のまっちゃんさん、77位ダダダダムのさん、76位ゆういちろうさん、75位りょうさん、74位ベーコンめっちゃ好きさん、73位ジャストミトさん、72位タケさん、71位英作さん、70位ユウスケさん、69位エムアカさん、68位ヨヨヨのヨさん、67位マタンゴさん、66位秋田ケジョウさん、65位ケンティさん、64位パフィーさん、63位イスケンマシーンさん、62位ペットンさん、61位カズ66さん、60位深夜健さん、59位ヘルレイザーさん、58位世界ひろしさん、57位うずさん、56位ガジガジガッチャンさん、55位しゅんさん、54位のびさん、53位とみこさん、52位シティリバーさん、51位パープルマスクさん、50位ツーチャーさん、49位ベニートビーケンさん、48位ゴンジーさん、47位クマ5号さん、46位シンヤさん、45位ルカミチさん、44位東京特許許可局局長さん、43位長賞金さん、42位カズヤさん、41位バツマルさん、40位ブルーさん、39位パオシさん、38位アグネスさん、37位チェスマンさん、36位アンバさん、35位ゴレヒロさん、34位運気水鏡さん、33位マサさん、32位ヒョウさん、31位シゲノリシシさん、30位トゥーさん、29位つぶつぶゴリラさん、28位小池カオルさん、27位ニューヨーク嶋佐和也さん、26位西平さん、25位ヤスさん、24位セリアさん、23位ムッシーさん、22位ミチューバーさん、21位リョココさん、20位ピッコロさん、19位クボチさん、18位まさに晴天の霹靂さん、17位鍋さん、16位タカさん、15位なんじゃこれ、絵文字がイカに見えるからイカさん、14位今ちゃんに叱られた王さん、
13位モカチンさん、12位キミさん、11位ウィーウィッシュさん、10位キュート6さん、9位カープさん、8位ミニマロンさん、7位フーさん、6位トモマーチさん、5位ユキさん、4位コメジルシさん、3位ホジェさん、2位長谷川さん、そして1位はドゥルルルルンジャジャン、ナッカンさんでした。ありがとうございます。ということで第67回おしまいイベント上位5名の皆様です。ありがとう。ありがとうございます。ということで1位のなっかんさん、リクエストソングはございますでしょうか。そう、七並べの SKE さんとの合同ライブ、そうなんですよ、ようやく決まりまして、ありがとう。ファンクラブ入りました。無事ゴールドカットゲットできそう。イベント中だからおしめが3期になってること、確かに確かに、3期もね始まったから楽しみですね。11月20日ゼップ横浜にて、待ちしております。お代理券ね、お母さんのリクエストございますでしょうか。365日の紙飛行機来ていかがでしょう。お、曲がりました。あら、私の思い出ソングや、
ここにも思い出す。星はいくつ見えるか、何も見えない夜か、元気が出ないそんな時は誰かと話そう。人は思うよりも一人ぼっちじゃないんだ。すぐそばの優しい ということで、ラッカーさんからのリクエストソング365日の紙飛行機でございました。ありがとうございます。久しぶりに歌った、そしてジェイポング香港さん、ジェイポング香港さんお誕生日おめでとう、おめでとうございます、おめでとう、おめでとうございます、ハッピーバースデー。ちょっと歌おうかな。おごりばとくメドレー、すごいコメントにもあった。
つけるオンザビーチ、うぬぼれ温度は急上昇、落ち着かないのは真夏の逆らめ二人、目が合えばなぜかそらすのに僕をまたすぐ見る君で、もしかしてもしかしてThank you.
生のうち何回愛せるのだろう。たった一度忘れられない恋ができたら満足さ。そんなときめきを感じて花はほころぶのかな。制服の重さないんじゃないかな。欠点もないんですよ。このこれにね、ダムに欠点ね、歌いたかったけど入ってない。カラオケが
中にいた。やりたいことを見つけて都会へ行った。君は元気か。夢は満ち続けてるか。風が吹くよ入り江を抜け。待ちわびてた春と一緒に渡り鳥が帰ってきたら、僕はやっと神様の消えるくらいにも入ってないですね。風を待つ人気ですよね。確かに風は吹いている。そう、ちょっとね、声が枯れてるの。4公演で歌って煽りすぎて、なんかいつもよりハスキー。この変わり果てた大地の空白に言葉を失って立ち尽くしていた。何から先に手をつければいい。絶望の中に光を探すと、他に神がいるなら、もう一度新しい世界をこの地に開かせてくれ。それでも未来へ風は吹いて、人と人とが求め合って
これからの365でしたね。懐かしいな。リバイバルしたい。リバイバル。ソロコンでやったら絶対。確かに。優しく大らかに
いい歌だ。何を救ったんだろう。これはあのね、瀬戸内海の海にいて、砂浜のこの砂を拾ってこうしてるんです。振り付けの先生が言ってらっしゃった。そう、ペンライト2日目の夜が一番ね、青に揃ってた気がする。思いました。そのうちの声で締めようかな、今日はこの辺で。ステージから見たら綺麗そう。いや綺麗。そうですね。揃ったら本当に全部揃ったらもっと綺麗だろう。聞いてくれてありがとう。こちらこそ聞いてくれてありがとうございました。リクエストもありがとうございます。こちらこそ一位ありがとうございます。今日は個人ファンクラブが開設されたということで、皆さんぜひぜひ楽しみにしておいてください。コンサートに来てるな感じだった。コンサートみたい。ほんとよかったで。それでは誕生を読みます。
13位アクくん、12位マサさん、11位しけましんさん、10位つぼゆうすけさん、9位テリピーさん、8位南波のひさとさん、6位ブルーさん、7位ブルーさん、6位セリアさん、5位上野さん、4位トラッキーさん、3位電脳さん、2位月始めながらジャストミトさん、そして1位はドゥルルンチちゃん、ラッカンさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルンチちゃん、マサジさんでした。ありがとう。おやすみなさい。また明日。バイバーイ。